ちは、札幌がない美容室ハイマーシの音です。今回は波ウェーブなんですけど、かなり難しいパーマなんですよ。需要があって、まあ、ほとんどコテで巻いた方がいいんじゃねっていう話にはなっちゃうんですけど、まあ、確かにコテで波ウェーブやった方が僕はいいと思うんですけど、まあ、パーマでどうしてもやってほしいということがあるので、その前回のね、波ウェーブの、まあ、通常のパーマあったんですけど、これデージでやったらどうなのかという部分の検証ですね、ちょっとしてみますので、皆さんちょっとどんな感じなのかなという部分を見ていただけたらいいかなと思います。で、1個はデジコアパーマのやり方による、波ウェーブパーマです。で、どうしても波ウェーブってちょっとこうストレートっぽいのにウェーブが入った方が僕はいいんではないかなという部分もあって、通常のデジタルパーマの工程ですね、まあ、例えばストレージだったりとか、そういうのと絡めていけないのかっていう部分を考えてまして、デジコアパーマでかけると、最小限のダメージでかけることはできるんですが、どうしてもパーマっぽくなってしまう可能性が高い。前回の波ウェーブもそうなんですが、もっとコテで巻いた質感に近い状態を作れないのかという部分をちょっと検証していきたいと思いました。そこでですね、これで半分にちょっと分けて、やっていきたいなというふうに思っております。薬剤の方はこちらのポンプ付けしたいなと思います。こちら通常のデジコアパーマだったら最小限の薬剤で大丈夫なんですけれども、ちょっと1個の薬剤でやっていきたいので、ウェブ効率を上げるためにですね、通常のデジパだとやっぱりちょっとスペック上げないと、皆さんがやられている通常のデジタルパーマです、そうしないとちょっとウェブがかからなかったりとかするので、ちょっとスペックを上げております。デジコアパーマの方は全然弱いのでもかかっちゃうんですけど、なので、7.8 ですね。これにちょっとパーマやシステアミンをちょっと混ぜているんですが、システアミンをね、今 20% を配合しているんですけれども、今日はこの H ハードの方ですね、このこっちの H、 今回ちょっと H 混ぜちゃってるんですね。これシステアミンと血をちょっと入ってるんですけど、はい、これは匂いしない無臭システアミンを使ってる、キアヌっていうやつですね。キアヌコスメカーリングローションのハードと、これがキアヌコスメカーリングローションのノーマルなんですけれども、これ付き巻き用ですね。今日使ってるのはこれ 20% 7.8 にこれ 20% 入れただけです。矯正の時も最近これ入れたりとかしてると、まあ 10% から 20% ぐらいちょっと入れたりするとかなり綺麗にかかるので、ちょっと使ってたりはするんですけど、これ欲しい方はケミカル詳しい孫さんっていう方、もし分からなかったら、教えますので、これかなりいい薬で、僕かなり好きなシステアミンですね。すごい使いやすいで、これ単体でも使えますし、まあ、僕はちょっと今までの流れでやってるので、6.8、7.8 にちょっと混ぜたりはしてるんですけれども、これ単体でも綺麗にかけれるので、ダメージもとかにもね作用できるシステアミンなんで、かなりいいかなと思います。はい、今日はハードちょっと混ぜてます。で、まずね、全体にちょっとつけていきたいんですけれども、はい、髪の毛全体にちょっとつけていきます。じゃあこれポンプ、そしてね、これ Amazon で買ったんですけど、このポンプめちゃめちゃ楽なんですよ。で、何が楽かっていうと、このね、ロタフォームって書いてるんですけど、何なんでしょうね、これね、フォームボトル取りって書いてるんですけど、ロタフォーム、フォームボトル、ボトル取り、取りとかなんだかってちょっといろいろあったんですけど、この取りにしました。で、これ何がいいかっていうと、すごいポンプが柔らかくてめっちゃ出しやすいので結構おすすめです。Amazon で販売してましたね。1000円ぐらいですかね。はい、ということでちょっとやっていきたいと思います。まず薬剤つけます。全体にもうちょっと時間がないのでつけます。はい、まあ検証なんでもベターでつけちゃいます。なかなか面白い検証かなっていうふうに思いますけど、
すごいね、泡めっちゃ出るんで。あ、でシャンプーも一応ね、あの 10g に対して1プッシュ入れてるんですけど、まあ、ノーチっていうシャンプーを混ぜてます。これノーチのシャンプーね、めちゃめちゃ良くて結構おすすめなんで、カートに最近入れたので、もしよかったら、結構あのメンズの人にも人気があるんで、結構いいと思いますよ。あの立ち上がりとかめっちゃつくシャンプーなんで、はい、です。で、一応これ全部ね、ちょっとこんな感じでちょっとつけていきたいと思います。まあ薬剤はね、まああのとりあえずちょっといいとして、はい、全体につけていきます。このような感じですね。ちょっとウィッグのね、髪の毛がどんな塩梅なのかちょっとわからんので、ちょっと不安もあるんですけど、ちょっとめんどくさいんでね、クリーム塗布片方の方も、ほんと本来は通常のデジだとクリーム塗布なんですけど、まあとりあえずこれでやっちゃいます。で、こっち側をストレート風で従来の、デジタルパーマ、そしてこちらをデジコアパーマでやっていきたいと思います。自然乾燥した時にあのデジコアパーマの方が、通常なんて言うんでしょうね、自然乾燥も使えるし、デジタルパーマとしても使えるっていう両方取れるんですよ。で、通常のデジタルパーマに関してはウェットの時があんまりちょっと綺麗にリッチが出なくて、毛先は出るんですけど中間が出なかったりとかですね、あと中間巻きができなかったりとかしますよね。デジタルパーマ中間巻きすると毛先が入らなかったりとかして、結構危なかったりとかするんですけど、結構通常のデジで昔はよく中間巻きとかしてたんですけど、たまーに毛先がかからなかったりとか、中間はかかるけど毛先が垂れちゃってて変な感じになっちゃったりとかですね、そういう結構危なっかしいことがあるんですね。で、これだけでもウェーブのかなりダレがあるんですよ。はい、なんでまあナチュラルにかけたければこっちでもいけるのかなっていう感じがしますよね。はい、こういう感じでツヤはありますからね、ただ中間取るぐらいがいいのかなっていう感じがしますけどね。はい、ということで検証終わったので、皆さんはこので、ナミウェーブのパーマ、ぜひですね、やり方巻き方さえ分かればもうできるので、ちょっと真似してやってみてもらったらいいかなっていうふうに思います。はい、ということで今度はねモデルさんでちょっと実験していきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、今日の検証はこれで終わります。はい、すいません、2時です、2時、夜中の2時、やばいですね、こんな時間まで撮影をしているわけなんですけれども、もう変態ですよね、こんな時間までウィッグと向き合ってる。買います。はい、以上です。